全学部か。どうも、じゃあ篠原です。今回はですね、個別入試か、全学部入試か、どっちを受けるべきかという話をしたいと思います。まずですね、個別入試と全学部入試って何かっていうと、例えば、青学ね。青学だったら、全学部っていう受け方と、個別っていう受け方ができるんですよ。で、その全学部っていうやつで受かって、ある程度の点取れたら、例えば文学部受からせてあげますよとか。で、個別の方は、仮に文学部のテストで満点取っても、経営学部とかには入れないっていう。まあそういう受験のシステムがあるわけなんですよね。で、これ、両方対策するべきか、それとも一個だけかということで、まずね、全学部入試になるとちょっと難しいと言われてます。ちょっと難しくなると言われてます。まあその分、個別入試の方が簡単だよっていう風に言われてるのと、あと、まあ大きく分けて傾向の違いっていうのがありますね。全学部入試だったら、まあ経営学部でも文学部でもまあ、社会科学でも何でもそうなんだけど、そのすべての大学、まあ、すべての学部ですね。そのすべての学部が要求しているレベルで問題作ってるけど、個別だったら特にその1ポイント集中ってできるわけですよ。例えば、経済学部だったら英語力と数学の力求めてるんだけど、文学部だったら綺麗な和訳できる力が求めてるっていう風に、求めてるベクトルが違うんだけれども、大元のところを聞いてくるんで、まあ、対策がしやすいっていう風に言われています。で、今ですね、こう言われてますみたいな言い方してぼやかしたじゃないですか。こうか難しいと言われてるとか、簡単と言われてるとかね。ぼやかしたんだけど、実際俺が自分の塾生とかに教えてて思うのは、あんま関係ないかなっていうのが率直な印象。で、これどう利用するべきかっていうと、全学部の方はあくまで滑り止めに使うべきなんですよ。滑り止めの、滑り止めの大学だったら、この全学部使うの大いにありです。というのも、大学ごとの個性もなくなっていくんですよね。つまり、その大学として要求している、その文学部として要求している、社学として要求している、経済学として要求している、能力の、まあ言ったら、全部こう集合みたいなものを求めるから、言ったらまあ、それぞれの学部で通用しそうな力イコールいろんな大学で通用しそうな力っていうことになるんで、まあ対策は結構しやすいんです。で、大学側としてもその全学部入試ってそういう、まあ言ったら自分の大学はあくまで滑り止めとして受けて、本当はもう一個上の大学目指してるんですよみたいな人たちが受けやすくなるために作ってるシステムですので、全学部入試はあくまでこう滑り止めの学校としては非常に向いてるんじゃないかなと思います。だから、まあ、対策するべきはこの滑り止めのところですね。で、第一志望のところは、できれば個別と全学部両方受けた方がいいかなっていうのが、個人的な意見です。で、この二つ、正直傾向が違うんで、優先順位はこっちね。個別の方を優先して受けるべきなんだけれども、やっぱりね、チャンス2回あった方がいいんで、こっちも対策しといた方がいいと思います。で、まあ、これはね、個人的な意見なんだけれども、結果的に、まあ、滑り止めてして受けるっていう人が多いから、全学部の方が難しいっていうことにはなってるんだけど、あんま変わんないかなっていうのが正直な印象。で、難しく感じるのは、なんでかっていうと、これの対策を十分にした上で、傾向が違う、これの対策するから難しく感じるのであって、じゃあ、ベラボーに難しい、難易度が違う、偏差値のもう、ランクがガンと開くかって言ったら、まあ、そんなでもないかなっていうのが、個人的な意見です。だから、個別入試対策と全学部入試対策、どっち振るべきかっていう問いに対しては、滑り止めだったら、まあ、全学部。で、滑り止めじゃないところだったら、個別をやってから全学部やって、チャンス2回にしたらいいんじゃないですかっていうのが、篠原の意見です。で、これを可能にするためには何よりも大事なのが志望校選択ね。志望校選択で、この個別か全学部かっていうところで、いろんなところを受けるやつっているんですよね。いろんなところを受けるっていうのをやると、こんな風に二つ、自分の第一志望のところを二つこう、まあ、二股かけて対策ってできなくなっちゃうんで、いろんなところを受けちゃダメっていうことを、とりあえず知っといてほしいっていうのが、まあ、この動画の言いたいことかなと思います。はい、ということで、個別入試か全学部入試かについて篠原の答えでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。